派サスケがこじらせたのって〇〇のせいじゃないに対する読者の反応を見ていくぜ。読み返したけど、兄さんのせいでサスケもっとこじらせてんじゃん。はい。うちは病は厄介なんだ。そもそもこじらせの発端も兄さん。ここでイタチが悪役のまま死んだらサスケ戻ってきちゃうから。兄さんの過去の方向性をどこで決めたかはわからないけど、一部のサスケこの針班は間違いなく兄さんのせいだよね。そんな事態も想定してカラスに最強幻術仕込んでおくのが最高にうちは。弟への理解力が高すぎると同時に全く信用してない。うちはのためにこの派の敵になったのに弟は忍界の敵になるっていうね。兄さんがこういう人じゃなかったらサスケだけは殺せなかったとかならないし。ほぼ大団円ってところで急にレボリューションだしそりゃ驚くわ。ナルトは察してたけど。まあサスケがあそこでレボリューションする気持ちはわかるわ。うちはは一族として頭の病気を患ってると深く理解できるようになると、同期としてきちんとレボリューションが成立する。オビトの言ったことを鵜呑みにしてたし。犠牲の犠牲になったのは事実だし。一貫してサスケを愛してるけど信頼はしてないんだよな。兄だからなんだろうけど、信頼してないわけでなく自分一人であれもこれもしようとした結果だと思うよ兄さん。死後にいろいろ思うことあって再会時の会話でああいうこと言ってるし。大好きな兄が犠牲にならないといけないとかおかしいだろがサスケの言い分なんて何もおかしくはないんだ。家族が里の犠牲になるのはおかしい、わかる。だから家族が守った里を滅ぼす。うん？兄さんを使い潰すこの葉はさ、この葉はクソだけどうち葉も呪われてるからな。うち葉病は設定よくできてるよね。死んだ後自楽するけど何でも一人でやろうとするし実際できちゃうのがイタチ兄さんの欠点。そもそも兄さんに何もかも背負わせすぎなんだ。一族抹殺した時13歳去年21歳なんだぞ。シャリンガンは精神追い込まないと力つけられないし、力がないシャリンガンとか里の内外からめちゃくちゃ狙われるし、兄さんだって必死だったんですよ。イタチ視点だとかなりどうしようもない状況だし。俺を恨めにくめ励まし。解説されるたびに最も大切なものを殺すことだがサスケと兄さんですれ違ってるのかなりじわじわくる。愛してはいたが全く弟を信用してなかったことに関しては死後に反省してたからだいぶマシな方だと思う兄さん。来る前のサスケは本当にいいやつだったんだよな。ナルトに弁当持って行ってあげるの好き。卑劣様の言う通り病気が進行するほど動力が上がるならサスケがあそこから戻れたのはむしろ奇跡。サスケの頭の病気の内訳にナルト成分も多少関わってたから戻れたんじゃないかなとか。兄さんと蛇博士できたからなんとか軌道修正できたんだ。この葉や忍界やチャクラやらの問題は映画含めてとりあえず一旦解決したけど、うち葉の特性ってそのまんまなんだよね。サスケはカウンセリング成功したってだけで。純粋なうち葉はサスケが最後だし、サラダ以降は血が薄まって病気も軽くなるとかならまあ、うち葉一族厄介すぎない？素のサスケはすごいいい子っぽいのがまたかわいそう。兄さんが最初に里に来た時のサスケは、自分の復讐よりもナルトがあいつに狙われてる、やべえって感じの仲間思いのいい子だったんですよ。第一部のサスケはいいやつすぎて余計兄さんはさーってなる。いやでもシャリンガンってかっこいいよな。それは間違いない。シャリンガンの文様一覧画像とか見てるだけでワクワクした。復讐よりもナルトになってきたのに強引に復讐に傾ける兄さんはさ、ナルトっていうか七班っていう第二の家族を得て順調にリハビリできてたのにね。カカシ先生含めて仲いいよね七班。中忍試験編まではすごい真っ当にライバルキャラしてたしな、サスケ。兄さんが本当に悪いよそこは。イタチが余計なことするまでのサスケめちゃくちゃいいやつで困る。かわいいよね。卑劣様はあれで綺麗事自体は嫌いじゃないから今のサスケを見たらなんだかんだ納得するかもしれない。兄さんは万華鏡までいたってあのメンタルでいられるのが得意すぎる。メンヘラほど強くなる一族。リアルタイムでうち葉病のこと理解してた読者いるのかな。伏線なかったよね。一人で何でも何とかしようとするあたり兄さんのうち葉病もかなり進行してたんだな。江戸天で治ってようやく反省できた。というか割とめちゃくちゃやってた兄さんの真実を知っただけでよくもまあそんなこの葉に憎しみを燃やせたなサスケ。サスケは根っこは良い子なんだけど周りの人が全力で悪の道にねじ曲げようとしてくるからね。逆だったかもしれねえからな。逆になるとは周りの人が全力でメンタルケアしてたからな。戦闘面では活躍がゼロなのに存在感を失わないイルカ先生。ナルトはイルカに地雷やにといい大人に恵まれたな。
道を正されていったのがナルトで道を歪められていったのがサスケだから逆だったかもしれねえは的確ではあるんだ。兄さんなんでもできるけどサスケ煽ったのは完全に逆効果ですよね。オビトみたいに顔隠してすって消えてよ。でも煽らなきゃナルトと仲良しこよしのままで万華鏡開眼できないよ。サスケは幼少期から状況を積んでるんだよね。そんな中終盤で再会してこの先何が起ころうとお前を愛してるってセリフが出てくるのは本当にすごいと思う。初期のサスケは本当にいいライバル兼親友だったから闇落ちした時は結構心に来たな。ナルトが危ないってなって助けようとして向かった結果負けてその後闇落ちは本当に辛いよ。序盤の仲間やってるサスケ好きだったから闇落ちしてる時を見るのは辛かった。ウチハのものかなるほど悪党につくだけはある。ウチハ一族って将来マジである程度までまた増やすにはどれくらいの子供が必要なんだろ。桜だけじゃなくて複数人に結構産ませないといけないのかな。イタチは目玉焼きの印象が強すぎる。なんだったんだあれ。ウチハ一族は思想があれになるほど強くなる一族だから、まあ最終的には自然分解してたんだろうな。イタチの剣がなかったとしても結局ナルトに嫉妬してこじらせるだろうから根本的な原因はウチハ病にあるかな。イタチが来なければグレることなく終わってたんや。志村が怖いなら団子食べてるアピールして帰れや。それでいいやろ。扉間、ウチハせんべい作ったのに。最高に弟思いの兄だと思うけど、理想の兄ちゃんではないよな。いろんな意味で達観してたね。サスケはレボリューションしてもいいけど、他の里でやってほしかった。この派レボリューションじゃなきゃ意味ないのでは。イタチは兄以外のことなら基本なんでもそつなくこなすからな。兄さんの事情を考慮してもやっぱりやりすぎだと思うわ。サスケの精神攻撃あんなにひどくする必要あったか。この歯にキサメと来た時はサスケちゃんがオロチマルに唾つけられてるの知ってたんかな。だとしたらクールな顔して内心クッソ切れてそう。イタチいいやつみたいな流れにしたけど別にいいやつじゃないよな。イタチがこの歯に来てサスケボコらなかったらサスケ闇落ちしなかったよね。術と強さを重んじる一族と言われているが実は逆なのだ。弟だけは殺せなかった。お前の命は里よりも重かったのだ。でもここで感動したよね。全部断層のせいという風潮。三代目、イタチの行動は任務やぞ。三代目やはり無能。サラダもシャリンガン持ちという時点でメンヘラ女になるのが確定という事実。メンヘラ怪力ゴリラとか立ち悪い。サスケが見たイタチの本心。サスケ、お前は俺にとっての新たな光だ。これ何だったの？心を見せたという現実、もしくは事実。イタチはサスケの腕折るのはしゃあないとしてもつくよみと足りない体憎しみがの煽りはあかんかったな。序盤のサスケは普通にいいやつやったな。キスしたり一緒にゲロ吐いたりしてたし。やっぱり信じられるのはイルカだけだわ。サスケがこじらせたのはイタチのせいだけど、イタチがこじらせたのはウチハの愛情深いこじらせやすいとも言ううちのせいだから問題ないね。